映像映っておりますでしょうか。音声は聞こえておりますでしょうか。以上ですね。はい、続いての RPA は5つ前に披露されたスプラ3に引き続き1作目のスプラ1となります。スプラ3はアクションシューティングですが、スプラ1はホラーアクションのためこの時間帯となっています。よろしくお願いします。ちょっと会場の空調が効いてるな。大丈夫。あ、ということでこれからナムコ版のスプラ1をプレイします。奏者のハマテッドと申します。ゲームスタート後はほとんど喋る余裕がなくなりますので、解説をアジンさんにお願いしております。アジンさん、改めましてよろしくお願いいたします。はい、解説のアジンと申します。よろしくお願いします。このゲームドット絵とはいえ、ね、多少エグい描写がありますので、ね、苦手な方は各自ご注意ください。まあ、スプラ1ね、タイトル画面赤かったこんな赤かったかっていう、まあ、インクが飛び散るというのはちょっと多少似てるかもしれません。ちょっとインクの色が赤いですが、はい、奏者ハマテトさんの自己ベストはね、なんと本日出したばかりのね、13分27秒ということでおめでとうございます。で、まあ、本日はね、一発勝負になるので、まあ、一発勝負としての目標タイムはちょっとどんな感じですかね。はい、ステージ6と7がお祈りステージですので、一応15分切りを目標に頑張りたいと思います。うん、はい、それでは始めていきたいと思います。はい、タイマースタートのタイミングなんですけども、ゲーム開始後に短いオープニングが始まりますので、そこでアクションボタンを押した瞬間から、私の方で3カウントしますので、その3カウント後にタイマースタートとなります。はい、それでは開始します。はい、せーの、3、2、1、グッドラック。はい、グッドラック。はい、まず、移動は小中大3種類のジャンプとしゃがみ、立った状態の攻撃で上段パンチ、しゃがみでゲナンキックです。パンチキックは攻撃力が1で、特殊はこのスライディング、移動速度がね、歩くよりも速くて攻撃力2あります。まあ、これを RT 全般にわたって活用します。ただ入力ちょっと癖があってね、左右慣性ある状態でジャンプ中良きところで下キックを入れなければこれはちょっと発動しないので、多少難しいテクですね。で、早速ステージ1のボス、ボディーイーター。よくあるどでかいボスじゃなくて、たくさん出てくる雑魚敵を倒し続ける耐久戦です。出現パターンは固定なので、右側を陣取って敵の高さに合わせてパンチを打つ。で、画面の説明で右上がマスクが残機、左がスコア表示、まあ、一定スコアで残機出ます。左下がライフ、右下は武器アイテム。武器攻撃は攻撃力にあります。スライディングと一緒。回復アイテムはなくて、ステージクリア時にライフが1回復するだけなので、まあ、基本はノーダメで済みたいところですね。はい、で、全部倒したらと思いきや、最後なんか左上にこれ見よがしに釣られてるバンキングデッドから全部で最後の1匹が出てきます。こいつ倒さないとね、演出が済まないので速やかに倒します。これでステージ完了ですね。はい、でこんな感じで全7ステージクリアするホラーな世界観の横スクロールアクションゲームです。ステージ2、最初は奥の敵が腐った液体を吐いてくるので、ジャンプで避けつつ基本スライディングで進んでいきます。頭がでかいトップヘビーという敵がちょっと攻撃すると頭だけ突っ込んできて、動きにちょっとこういうランダム性もあるのでね、そこちょっとお祈りがちょっとハマってますね。はい、結構ね、はまるとこうどんどんやられてしまうみたいなところはあるの で次のエリア、地下水道が強制スクロールです。でこれ以降そこそこの頻度で強制スクロールのエリアが出てきます。まあ、やっぱり短縮要素がないどころか、画面左端にいると強制スクロール止まっちゃうというね、あれでできれば時間ロスしかないので、まあ、なるべく中央か画面右に立つようにします。トゲはジャンプで避けて、水中から出てくるウォーターデッドは拾った武器の角材で倒します。でステージ内のエリアが切り替わる場所共通で、右端所定の場所まで来ると強制的にエリア移動のモーションとなって、その間は無敵になるので、強制スクロールの中でも、まあ、エリア最後の位置取りは結構重要になってきます。ただ、まあ、武器はね、エリアまたいで持ち越すことはできないので、まあ、角材使えるのは、まあ、このエリアだけですね。はい、でそろそろ全部倒していって、最後のエリアイですね。まあ、この辺でもう無敵になってます。はい、でステージ2のボスはポルダーガイストですね。最近構築された攻めパターンがあって、真ん中、少し左に位置取りして落下物を避けながら、まあ、次この椅子が動いてくるので、まあ、こいつに対応するための動きですね。ちょっと攻めパターンになるので、さあ椅子が動き出して、パンチし飛ばしながらスライディング、あ、いいですね。
でナイフ打ち落とし、まず最長1本と次2本、2本同時に打ち落とせると結構いいですわ。あ、まあ大丈夫ですね。で最後はあの明らかに怪しかったこの目の絵を、これスライディングただ人ですね。でこれで成立クリアですね。最後、まあ、シャンデリア持ってくるんですが、まあ、こいつなぜか殴れるというね、まあ、これアリティ的に意味はなくて、まあ、ちょっとお遊びみたいな感じですね、はい。でステージ3、中央付近で、まあ、ちなみに落下したシャンデリアは、ね、当たってしまうとなんかホイーゲーム唯一の即死ということで、まあ、ただ実は即死がないそこだけで他は落下しても別エリアとか、まあ、ダメージ受けというちょっとそこは優しい仕様です、はい。でステージ3、長い一方道のです、ね、まあ、敵処理しつつ武器のショットガン、これ8回の回数処理の武器です。で橋の上動いているウォーターハンドという敵はこれ捕まるとちょっと別エリアに強制移動になっちゃって、もうこれ結構ギリ攻めてますけどね、まあ、戻っても捕まった場所からの再開なので結構そこは時間ロスになっちゃいます。で、まあ、鳥をジャンプキックスライディングで倒しつつ、最後ちょっと雑魚処理しつつショットガンをちょっと持ち替えて、ハッポス戦ですね、ピギーマン体力20です。開幕直後スライディングとジャンプキックからの、ショットガン連発で結果ですね、素晴らしい。あの開始最初の動きがね、あいつ大ジャンプなるべくせずにショットガン連射にはめるためにまあ制御するようなあの位置取りとかまあ動きを兼ねてます、はい。でステージ4すべて強制スクロールなのである程度的短縮の要素はありません、画面左端でまあ強制スクロール止めないことと、あとまあ落とし穴もこれ別エリアなので落ちないことというところの注意ですね。ジャンプしてくるデッドマンはモリトパンチで応戦します。まあ、こんな感じですね、まあ、勝手にあの落ちて何のために生まれたのか分かんないやつも、まあ、ここの左のやつとかですね、はい、そういうのもあります。で、次は、回転する刃があって、手前と奥 の, その時計でいう6時と12時の周期これ存在しないので、まあ、いきなり左と右が入れ替わるところがあって、まあ、そこだけちょっと注意するところですね。で、まあ、最初、避けつつ、まあ、次はちょっとコウモリが2匹飛んでくるんですが、まあ、これはもう画面端で処理するので画面内にすら入れてもらえないコウモリ。で次の回転刃は、2個あって、まあ、ちょっとその間の間隔が先ほどより狭いので、はい、でここで、このエリアクリアですね。ちょっとなんか最後ウニウニしてるのが怖いですが、まあ、これはそのまま進めます。で次が鏡のエリア、まあ、どう考えてもあの鏡から出てきそうなんですが、はい、その通りで出てきます。で主人公リックと同じ姿のミラーリック、こいつ体力3と少し高いです。4から6枚目のいずれかにランダムで出現するので、出た瞬間にスライディングで倒します。まあ、倒せないとちょっと動きにかなりランダム性があるのでね、そこが注意ですね。理想の動きは今やってるこの右方向にジャンプ、左の切り返しで左にスライディングですね。ただこれ非常に難しいです。あのスライディング、さっき言ったあの左右の慣性が入ってないと出ないので、右に飛んで右スライディングっていう同じ方向はある程度安定して出せるんですけど、逆方向に切り返すスライディングはこれかなり入力非常にシビアですね。まあ、かつあの4から6枚目のランダムなので、ちょっとかなり準備しながらこう、まあ、出てきてもいいようにこれ動いてますね。予備動作みたいな感じです。あ、いいですね、素晴らしい。で最後ちょっと、休憩があって次のエリアボス戦ですね。ステージ4のボスがイービルクロス、戦う前に少し道中があるのでスライディングで素早く進みつつ、途中に落ちている武器黄金の斧があるのでこれを必ず拾いましょう。まあ、攻撃力が2あるんでね、まあ、こうやって出てきますが、まあ、最初はまだずっと戦えない状態で道中の黄金の斧、ほらこれあのなんか PC 版のヘッドにそう書いてあるんですけど、公式故障ですね。であの画面奥まで来るとこれ、ボス戦開始になります。周囲の顔はこれ、本体じゃないので、この逆十字が本体になるので、これで6パスターで、あ、いいですね、素晴らしい、はい。で倒すとちょっとこのゲーム最大の休憩ポイントになるので、まあ、今更ながらストーリー説明をしていきましょう。大学で超心理学を学ぶ主人公リックとその恋人ジェニファー、2人は超心理学の権威ウエスト博士の研究室である通称スプラッターハウスに興味を持ち足を踏み入れた。しかしそこは化け物の巣窟と化しており、リックはなすべもなく打ちのめされ、ジェニファーは連れ去られてしまう。意識を取り戻したリックの顔には古代の精霊を宿し、あらゆる力を増幅させる伝説の仮面ヘルマスクが貼り付いていた。ジェニファーを取り戻すため仮面に力を与えられたリックの戦いが始まりますということで、まあ、浜田さんも今これ仮面があるのでかなり力を得ているのではないでしょうか。はい、ということで、ステージ5、本ゲーム最大の長さとなります。まあ、いよいよジェニファーを助けに行くシーンですね。最初に出てくるのは2面ボス戦に出てきた椅子が5体が出てきます。動きがかなりランダム性あるので、お祈り要素が入りますね。で角材があるんですが、あの立ち攻撃するとちょっとあの時間ロスのためなるべく使いたいですが、まあ、ちょっとそこは安定との兼ね合いですね。ちょっとかなりこんな感じで動きが、あ、でもいいですね、全部吹っ飛ばしていきましたね。はい、で次のエリアは斜めった床が結構滑ります。これ制御難しいんですが、まあ、下り坂の方はうまくジャンプすると慣性が乗って加速します。でこのゲーム敵の出現位置がステージ6を除いて固定ですね。で出現してからの動きはまあ敵によって固定かランダムは、まあ、ここは決まっているので、出現位置はとにかく覚えて動きがランダムの敵に対して今いかに対処するかというところが鍵になってきますね。
でここで初めてまあルート分岐がありまして、まあ、ある程度は下ルートに行きます。まあ、難易度的には、ね、上ルートの方が、ね、簡単なんですけれども、はい、で下ルートは、ステージ2と同じ地下水路になります。攻略法は一緒です。ただ武器がないのでウォーターゲートはジャンプキックで対処することになります。ステージ2よりもちょっと敵の密度が濃いので、まあ、そこは対処が難しいと思いますね。まあ、ただそんなに長くはないので、まあ、最後無敵の方をうまく使いながら、次のエリアに進んでいきます。で次はちょっと中ボス地味なところ、とんがり帽子をかぶって浮いてるマスターデッド、こいつが体力10あります。で雑魚の水体のリビングデッドを従えてて、こいつは倒してもマスターデッド呪文唱えると生き返っちゃうので、まあ、マスターデッドをまず攻撃する。でこいつ攻撃当てると画面反対方向に逃げるので、まあ、追いかけながら呪文を唱え切る前に攻撃当て続けることがこう基本的に設定ですね。これはもうキンベとロジンぐらいの基本的なことですよ。まあ、ちょっと分かる人限られますか。水がなければまあ無機で突破できるんですけど、タイミングがずれて呪文を唱えられると結構一気に地獄になります。はい、で次がボス戦前最後のエリアですね。歩いて寄ってくるデッドマンと空中からドクロを落としてくるジョーカー、それから犬の3種類です。デッドマンとジョーカーが同時に出てくるところの処理がちょっと難しいですね。で犬は攻撃せず無視しているとこのようにデッドマンの下に食い荒らして勝手に止まってくれます。なので、無視で大丈夫。ジョーカーはちょっとこの来るか来ないかがランダムですね。今のはちょっと引き上げたんですけども、ドクロ落としてくるときがちょっとやらしくて、リクが真上の攻撃手段ないので落下攻撃はかなり弱いんですね。まあ、それを食らわないような位置取りが重要です。はい、で最後のはしご登ってボス戦、さあ長く苦しい戦いでね、ついにヒロインのジェニファーにたどり着きました。まだ残り2ステージあるんですけどね。さあ助けに来たぞジェニファー。おお、マイダーリン。あ、これは痛い。ジェニファー。はい、ということでジェニファー戦です。体力が18、本来6ダメージごとにカットインの椅子が入るんですが、パンチとスライディングタイミングよく当ててスキップする、これアルケーテックですね。まあ、演出カードですね。素晴らしい。アルケープレイヤーはね、衝撃の展開に驚いてる暇などないというか、何度も見てますけどね。はい、さあ駆け寄るリクと、異形となってしまった生物が死ぬ時の定めが灰になって悲惨するジェニファーですね。そしてお前らだけは絶対許さんぞと誓ったリクは、まあ、さらに先に進んでこの元凶たちに行くというね、それが次のステージ6になります。はい、で難易度的にもちょっと問題のステージ6になります。まずなんとボスまで一本道、そしてたどり着くまで敵は実質2種類で、ステージギミックはありません。さあこれだけ聞けば単調で簡単なんじゃねえかと思った方は、まあぜひ、ご覧ください。床 もしくは天井から泡のような卵のエッグオーバーが出現します。でこれがふんわりとして地面に着地すると卵がかえってオーバーが出現するというこの2種類の敵ですね。でこの卵の出現、飛んでくる軌道がランダムで、ステージ6は以上です。これをなるべくこう回避していくのが非常に難しいステージですね。このオーバーがこう飛んでくるとこの距離感が結構嫌なんですよね。あ、今のは逆に言っちゃいましたね。はい、そうするとオーバーとなって帰ってくるので、ちょっとこれ画面外行ってもこれ、まあ、敵はもちろんいるので、こうやってジャンプで寄ってきちゃうんですね。でステージ5までは死ぬとエリアの最初から途中チェックポイントあるんですけど、このステージ6ないので、最初からやり直してもらいます。ただ今もう無傷で死ねつけてきます。素晴らしい。なるべくワンアクションで複数の敵倒せるといいんですね。そうすると、まあ、湧いてくる数に対して、まあ、安定してこう処理できるんですけど、ここの手数が遅れちゃうとどうしても敵の方が多くなってしまうので、まあ、そこの攻め合いですね。はい、で最後ステージ6のボスが、全てのゲームのマザーですね。こいつ自体は動かず攻撃もしないサンドバッグなんですが、エッグオーバー相変わらず出現し続けるので、まあ、そういった処理しながらなるべくこいつのマザーを攻撃する。この切り返しのスライディングコンボ、これができるかでかなり、時間の差が出ます。いや素晴らしい、倒しましたね。で最後破裂して息が出てこれダメージ受けるんですが、なぜかしゃがんでるとダメージ受けないという、こう謎仕様になりますね。はい、ということで、最後ステージ7、そのマザーという元凶は倒したんですが、館がなぜか燃えて逃げていく中、リックにパワーを与えたヘルマスクが墓地に行けということで、まあ、一体何が待っているのかと。ここも道中はシンプルで、燃えた丸太とファイアーデッド、数と出現時もこれ固定なので覚えゲーですが、出現直後結構ね見間違いやすいので注意ですね。丸太はジャンプ、ファイアーデッドは勝手に飛んでいくので手前で止まっておきます。で最後の方の連続丸太だけちょっと出現間隔短いので、タイミング調整難しいですが、まあ、そこさえ、押さえておけばある程度いけるかなという感じですね。で最後の広場みたいなところに行くと、ついにラスボス戦になります。さあヘルマスクの真の目的とは、なんと邪魔な魔物を倒し、はい、あそうですね、ライフアート地下に封印された魔物に乗り移ることだったんだ、なんだってということでラスボスのヘルカオス戦です。体力41で
顔が出てきた時にダメージ覚悟でスライディングからの連続パンチ、手はこれ攻撃できないので避けていきます。1回目は9ダメージ、2回目からまあ8ダメージぐらい与えると、地中に潜っていきますね。で顔出現時に土砂がこれ出てくるんですけど、これもダメージ判定があって、まあ、ちょっとお祈り要素ですね。でダメージ与えていくとこの手の、まあ、スピードと攻撃回数が増えて、まあ、顔と動きと連動しなくなってくるんですね、まあ、顔は顔、手は手で動くみたいな感じになるので、あでもちょっとそうこういう感じでちょっとどうしても当たってしまうパターンが出るんですが、はい、で 手が出てきて、まあ、顔いいですね、まあ、残り体力との兼ね合いでちょっと攻めるか、まあ、このままパンチで安定取るかという感じですね。いけるか、はい、いけるか、ないない。あ、まだか。ごめん、なかなか周期が難しいですね、これで。いけるかな。うわ、キワキワですけど。いけるかな。あ、いけるかな。はい、で最後、ヘルカスの霊が飛び散る瞬間にタイマーストップとなります。もう少しですね。はい、タイマーストップです。はい、ということで、タイム13分52秒ということでね、それでは走者の浜田さんお疲れ様でした。完走した感想をお願いします。はい、ありがとうございます。あっという間に終わった感じで、大きなミスもなく、はい、かなり早いタイムが出たので良かったと思います。はい、はい、ありがとうございます。そして8時間ほど前のその13分30秒切りが嬉しかったです、はい、ということで、この今からエンディングなんですけども、このエンディング時代もあってかテキストでの表現がありませんので、実際にプレイされた方はいろんな感想があるのではないかと思います。私も初クリアした時はちょっと涙が出そうになった記憶があります。そしてお気づきの方もいるかもしれませんが、今流れている曲は先ほどジェニファーと再会した時に流れた曲です。すべて終わったこのタイミングでジェニファーを思い出させてくれるエンディングになっていますが、ご安心ください。続編があります。これシリーズとしてはワンパクグラフィティ、スプラ2、スプラ3まで続いて、2010年にリブート版まで発売されています。こちらですね、はい、でこのリブート版本編に加えて移植がないスプラ3を含めてスプラ1から3まで全て可能、プレイ可能ですが北米版のみというのもあって、もうあまり売ってませんので紹介だけです、はいはい、今回プレイしたスプラ1ですね、こちらはあの PC 版か、6月に発売されたアーケードアーカイブスでプレイ可能ですので、興味が湧いた方はぜひプレイしてみてください。はい、そうですね、まあ、私もちょっと解説のためにこのスイッチ版の明らかでプレイさせていただきましたが、まあ、ステージ1、2でね、なんか割といけるんじゃねえからの、まあ、ステージ3、4でやっぱアーケードのアクションゲーだよな、でステージ5、6でこれクリアさせる気あるんかみたいな、ただまあそれさえ超えればまあステージ7勢いでいけるみたいなね、まあ、ストーリーも含めていろんな意味でこうプレイヤー成長させてくれるゲームだと思いました。はい、はい、アジーさん今回はありがとうございました。はい、最後に全く別の宣伝になるんですけれども、約3ヶ月後ですね、はい、の、11月4日5日に、この RTA in Japan さんのチャンネルをお借りしてメタルギアシリーズの RTA を行います。 2D のメタルギア、 3D のメタルギアソリッド、メタルギアライジングまでのシリーズを一通りプレイします。私や明日メタルギアソリッド3を走られるブラッキーさん含めて多数の走者が参加しますのでよろしくお願いいたします。ハッシュタグはスペースなしのメタルギア RTA マラソンです。宣伝は以上です。はい、次の RTA はストーンさんによるドイツ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 ジャーマンでおなじみ超兄貴の続編愛超兄貴です。はいRTA in Japan を引き続きお楽しみください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ストーンさん頑張ってね。ありがとうございました。